様ごきげんよう。ナイス新刊配信の時間です。司会は私、近々ちょっと立派なカメラを買って星を撮影したい草壁です。今回は3月に出されました旅行読売出版社の日本の木彫り風景を紹介いたします。早速この本を担当した岸さんにお話を聞いていきます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。こちらです。じゃん。はい、ではこの本はどんな経緯でどんな人向けに出された本でしょうか。はい、ちょっとここにも入れてるんですけれども、広い風景フォトコンテストっていうね、コンテストがありまして、それを全国からそういう、特に日本、海外も入ってるんだけれども、ただの風景写真じゃなくて、広さを感じさせる、ね、あの風景写真っていうテーマを集めたそのコンテストがあるんだけれども、そこで入賞してきた上位作品を集めて一冊にしたのがこの本でございます。はい、ただね、表紙なんかもこれ沖縄なんだけど、すごいちょっと親子がね、このところね、親子がいて、でも青空、あとで海で、それだけなんだけれども、なんかこのすがすがしさっていうかね、爽快感っていうのがすごくあって、あ、日本でこんな風景あるんだっていう感じにね、思えてくれるんじゃないかなと思います。はい、うん、実際中開いてみても、ね、2ページ使って風景を見せてて、もうそのままなんか額縁に入れて全部飾りたいなって私は思いました、ね、ちょっとね、これちょっと少し小さめのものもあれば、こうやってドーンと大きくね、こんな感じかな。はい、ね、こういう、あとこの黄色い花畑、私の地元の近くの ね、地元なんだよね。はい、そうです。うん、これよく行ってたの。よく行ってました。ドーナツとかもあるんですよ、ここは。ドーナツって、はい、ドーナツ売ってるのそれ。菜の花ドーナツ。そうなんです、この花から作ったドーナツが。あ、そうなんです。そうなんです。美味しいの、それは。美味しいですよ。へー、なんか言ってくれるのね。はい、ごめんなさい、言ってくれてもどうにもならないかもしれないけど。あ、そうなんだ。もうね、本当に、はい、そっか、はい、でもね、他にもそういうね、地方のね、あのね、その人、その地域の人には有名かもしれないけど、なかなかね、全国でそこまでね、知らなかったりする。でもこれ見てみると、ね、あ、こんなにいいところいっぱいあるんだみたいなのがたくさん出てるんで、日本らしくなるような、ね、海外も、そう、本当にね、なんかちょっと幻想的な風景だったりとかね、まあ、ちょっと写真のね、テクニックでね、そういうふうに見せてる場合もあったりするんだけども、やっぱり被写体のね、風景がいいから、やっぱりそうやって捉えられてるんだと思うんだよね。うん、うん、はい、あ、すいません、言ってください。苦労したところはどんなところですか。うん、やっぱりこの広い風景、広さってね、どういうものなのかっていうふうなのが、その考え方、概念を理解するのがね、腹落ちするのに時間がかかるんですが、やっぱなんかさ、広い風景って、北海道のね、はい、広い風景思いついちゃうじゃない。でもそうするとさ、全然ね、日本にやんちゃうと北海道しかないのかっていうと、でもこういうふうに見ていくと北海道以外でもあるんだよね、こうね、こういう広さを感じさせる。だから実際にこう、なんかこう本当に面積の広さだけじゃなくて、その、ね、撮った人の感性というか、そのなんかこう広大さ、壮大さをこう感じさせる写真であれば、その広い風景としていいんじゃないかっていうふうな話し合いをして、でそれでそこからなんかこう写真選びとか、この本をどういうふうに作るかっていうのも結構サクサク進んだんで、でも最初のそこのところがね、ちょっと苦労ってほどでもないんだけど、どうすればいいんだというふうになったところだね。でもね、それを踏まえた上で、作業がその後こういろんな写真を載せられたので、すごく良かったわけでございます。ありがとうございます。はい、では最後におすすめポイントをお願いします。おすすめポイントはね、やっぱり、もう本当に写真っていいっておすすめなんだけどね、僕がね、やっぱりおすすめなのは、ね、このそうですね、ちょっと先、最初ね、見せちゃったんだけどね、これかな。一言喋ってもらって、あれもあれで、ね、あ、こっちか。質感とですね、なんか出てる、ラジオポーズしたっていう。ね、さっき出てきたんだけどね、さっきのね、こののりのやつのね、そう。菜の花の近くだっけ。あ、これだ、これだね。うん、これがね、やっぱり僕のおすすめなんですよね。で、なんかこう特別にこう美しい風景っていうわけでもなくて、名所でもないんだよね。ただたくさんこういうのぼりがこうあって、で、こう下の方に子供がいるんだよね。わかるかな。あ、実はね、ちっちゃく、うん、はい、なんかこのね、小さい子供がいて、上に大きなこう大空が大きな鯉のぼりがあるっていう、広さだけじゃなくて、この子のなんかその未来の
広さというか、ね、大きさ、なんかそういったものがなんか反映されてるような気がしてね、うん、なんかすごくね、ドラマチックなっていうか ね、 うん、そういうなんか明日の輝きみたいなものをね、感じた作品で、ね、これがすごくいいなと思っています。多分ね、見ていくとね、自分でこれ写真いいなと思う写真もあると思うので、はい、自分のね、お気に入りのね、一枚を、ね、探してもらうといいと思います。はい。ありがとうございます。はい、こちらも旅行読売出版社より出された日本の広い風景は全国書店アマゾンにてお買い求めになれます、うん、ぜひ買って読んでみてください、はい、以上でナイスク新刊紹介終わります、はい、ありがとうございました。